カルネ村に魔物の群れが襲いかかる。正門ではジュゲムの指揮のもと、自警団やゴブリン、オーガたちが前線する。一方、エンリとウフィーレアは裏門から侵入しようとするトロールを発見。攻撃されればジュゲ村に勝ち目はない。エンリたちは命を懸けて時を稼ごうとする。第5話、2人の指導者。さて、今回はどうなるかな。